それでございます。上司が教えてくれない営業のコツ。今日は模倣困難性から考える営業戦略ということでお話をしていきたいなと思います。はい。えー、模倣困難性、まあ、字の通りですね。競合他社が真似がしにくい、えー、自社の強みということで、まあ、この模倣困難性ってえっ、ー、とまあ5つ。 ポイントがあると言われていて、えー、時間圧縮の不経済、経路依存性、因果関係不明性、社会的複雑性、特許ということで、まあ、こう並べるとですね、まあ、経済学の言葉なので、まあ、難しく聞こえるんですけど、まあ、言ってること自体はそんなに難しくなくてですね、えー、一つ目、の時間圧縮の不経済っていうのは、営資源自体を手に入れるのにまあ長い年月がかかると。まあ、時間っていうのはビジネスで考えるとそのままコストなので、まあ、時間がかかる、お金がかかると。 ととですね。とにかく時間をかけて、このまあブランドであったりですとか、まあ、販売網であったり、ネットワークを手に入れていて、なかなかもう競合他社が入りづらい場合っていうのが、まあ、この時間圧縮の不経済ということですね。なのでも先行した会社がずっと時間をかけて作ってきているので、後発側とからポッと入ろうとしてもなかなか難しいっていう場合が、この時間圧縮の不経済。 になりますで次が経路依存性ということで、まあ、これ、えっと、要因とイメージとしては歴史的な要因というのは結構多くてですね、えー、例えば Google とかがそうなんですけど、これ検索エンジンでシェア取っているので、あのーまあ、他のビジネス、ネット界隈のビジネスに関しては色々と、いろいろとデータを持っているからこそ、あの新しいビジネスチャレンジしやすいみたいなところがあって、これどういうことかというと、まあ、経営資源の形成が特殊だったり、特別なケースですね。なので、もともとやろうとしていたビジネスじゃないところから、まあ、時間をかけ けたりですとかいろんな仕組み、歴史をひも解いていくと、あのまあ、今のビジネスな、ね、あ昔これをやったのがつながってるよねみたいなことが起こるのが、この経路依存性と呼ばれる部分ですね。なので、えっ、ー、とその歴史を完全になぞらえることっていうのがなかなかできないと、まあ、Google がやってきたこと、1つの検索エンジンであれば、やれる真似することはできると思いますし、まあ、他でも YouTube やるとか、なんかそういうことできるんですけど、 買収の歴史だったりとか、サービス構築の歴史っていうのを真似することが難しいという場合が、この経路依存性というところですね。まあ、歴史的な要因が大きく変更しているというところです。はい、で次が社会的複雑性ということで、まあ、字の通りなんですけど、経営資源自体が複雑なものっていうのが、経路依存性と、あ社会的複雑性ですね。これ何かっていうと、リーダーシップ とかえーとまあ、社風とか <laughs> と、まあ、会社運営のやり方自体そのものみたいなことを指すのがこの社会的複雑性ですね。なのでまあ人間関係とか,なんかそういう人間関係を育成する仕組みみたいなところがこの社会的複雑性と呼ばれる部分なんですけども。要は 真似をしているだけ真似をしてもその会社の人たちがすぐ育つかってだからそうではなかったりとか、まあ、そういう人がポンとて出てこないみたいなところで会社自体の風土雰囲気みたいなところを作るのってやっぱ時間かかるんですよね。でまあ、そういう組織ができているからこそ、まあ、会社自体が伸びていると。ススターバックスとか他の カフェとかと比較をしたときに、スターバックスの店員さんっていうのは、スターバックスで働きたいみたいなことを思って入るわけですよ。当然、サービスの品質が上がるっていうのはなぜかっていうと、ああいう社風をすでに作り上げているからですね。なので、経営資源として社会的複雑性というものがあると。まあ、チームワークとかリーダーシップとかそういったものですね。で次がまあ特許ということで、まあ、これ言わずもかなというところであるんですが、まあ、分かりやすなのとおりですね。 法律的に、法的に模倣することが禁止されるというところが、この特許というところです。で、最後がですね、因果関係不明性ということで、これなかなか難しいんですけど、まあ、言っちゃえば競,合競争優位性と経営資源の関係がなかなかよくわからないみたいなところで、まあな、なんかうちの強みだよねみたいなものが、えーとまあ、この因果関係不明性というところになります。なので、まあ、 普通にやってるだけなんだけど、なぜかうちは強いみたいなところが起こっていると。でなかなかそこが分析がしきれていないみたいなところがまあ因果関係不明性というところですね。なので、圧倒的な市場シェアを持ってるんだけど、社会の外の誰もがまあ何が強いからかよくわかんないけども、シェアがトップになってるみたいなところが、この因果関係不明性というところになります。なので、言い換えればもう模倣困難性って何かっていうと、すごく単純ですけど他、他社が真似をしにくいもの。 なので、自社にしかできないということですね。なので、これで営業する上ではすごくやりやすいわけですよ。なので、強合他社と比較して決めますっていったときに、うちはこういう歴史があったりとか、まあ、こういうネットワークを持っているので、他にはできないもの、強みがありますみたいなことが言えると。なので、他にはできないっていうところ自体が、お客さんが選ぶ理由になるんですよね。なので、これだけ商材があふれ返ってしまっていて、競合が多い中で、自社が選ばれる理由っていうのをいかに作るかって、すごく大事なんですよ。 それって何で特に B2B とか B2C でも家族に説明をすると結構大きい商材になればなるほどなんでこの商材にするのかっていう選ばれる理由をちゃんと作らなきゃいけないときにこういう方向難性を持っていると当然営業もしやすくなりますよねとうちにしかできないことなんでとうちにしかできないネットワークがあるんでみたいなこの言葉が言えるかどうかっていうのは営業のストレスを減らすことにはすごく貢献するということですね。ただ 営業やっていくとですね、模倣困難性がない場合っていう方が多いわけですよ。で、じゃあ模倣困難性がない場合どうするかなんですけど、模倣困難性がないのは、あくまで商材会社っても経営資源であって自分自身ではないんですよね。まあ自分自身は営業ですよ。営業マン、営業ウーマン、営業やっている人自身が模倣困難性がある、ないっていうことを言われているわけではないので、えー、と自分が他の営業と違うと。 自分にしかできないことがないかっていうのを探していくっていうのが、商、ま、材、あ、自体にも方向難性がないときのもやるべきって営業戦略ということですね。でこれはですね自分で考えるよりも、りお客さんに聞いた方が早いです。 なんで、やってほしい、他の営業がやってくれなくて、自分にやってほしいことありますかとか、私に期待し,たりしていただいていることなんですかみたいなことを聞いて、それを愚直にやるしかないわけですよね。まあ、繰り返しですけど、商座にも方向難性がないっていうのは、自分自身で差別化するポイントを作っていかなきゃいけないということなので、当然営業に負担はかかります。負担はかかるんですけど、そういう準備であったりとか仕掛けを作っていかないと、やっぱり最終的に選ばれないという状況になってしまうので、顧客と対面するからこそ、こういったことはしっかり考えていただく必要があるかなというところでございます。 まあ、模倣困難性が自社商材ないか5つのポイントでしっかり確認をしましょうというのがまずこれが1番ですね当然模倣困難性が高い商材の方が営業はしやすいので、まあ、時間圧縮の不経済経路依存性因果関係不明性社会的複雑性特許この要素に当て込んだ時に、えー、ときに自社が他の会社と比較したとき合豪打者と比較したときに強みがないかをチェックするとで模倣困難性があればそれを自由にです、ね、自社にしかできない弊社にしかできないのでお任せくださいという言葉を言っていきましょうということがポイント1個目で模倣困難 他のの営業マンとの違いを意図的に作るしかないので、えー、ヒアリングを重ねてですね、えー、自分にしかできないことを作っていく、探っていくということが大事になるということです。最終的には選ばれるというゴールは一緒なんですけれども、その選ばれる理由というのは、商材につけるのか、自分につける、営業につけるのかというところで、勝てるか勝てないか決まってきますので、まあ、模倣困難性、まずは商材のあるのかどうか確認をして、その次、えー、なければないなりのやり方、あるならあるで、そこをしっかりアピールしていく、そういったことを考えていただく必要があります。 あるかなとといいううこでで今日はも方向お話しさせてた引き続き、いろいろ営業に関するアドバイスですとか、えー、経営に関することをいろいろお話ししていきたいなと思いますので、ご興味を持っていただいた方ですとか、今日のお話面白いなと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンを押していただければと思っております。また、ツイッターもやってますので、えー、ご興味を持っていただけた方は、ぜひフォローいただけると嬉しいなと思っております。引き続き、ぜひよろしくお願いいたします本日は以上です。